瀬戸市駅は、愛知県瀬戸市東横山町にある、愛知環状鉄道、愛知環状鉄道線の駅である。駅番号は21。中部の駅100線選,選定。かつて、当駅は、愛知環状鉄道線の前身にあたる、日本国有鉄道のお田線、瀬戸線の駅として計画されていた。路線名は、 現在の愛知環状鉄道線の内あたり、駅以の区間と未成に終わった、東駅多治見駅間の鉄道路線が共に、岡田線と同一路線名を与えられ、同線の途中駅である、東駅から、瀬戸線が分岐する形となっていた。しかし実際には、岡田線と瀬戸線は、名古屋市周辺都市をつなぐ、環状線としての役割を期待され、両者をまとめた、岡田、 瀬戸線の名称で故障されていた。岡田、瀬戸線は、日本鉄道建設公団により、主要幹線として建設が進められていた一方、残る岡田線の多治見方面は、未着工のまま、1979年6月に、開通すれば、赤字必至であるとして、運輸省により建設計画が凍結され、1985年10月には、事実上頓挫した。 当駅の計画段階における配線構造は、岡田線、瀬戸線が本線で、その本線から枝線として、岡田線が分岐するような構造だった。その後、建設が進められていた岡田、瀬戸線は、1984年7月に、国鉄が開業後の引き受けを拒否し、岡田線の機械業区間も含めて、愛知県や沿線自治体の出資する、 第三セクターによる運営を要請。国鉄と地元自治体の交渉を経て、岡田、瀬戸線は地元自治体の出資する第三セクター会社、愛知環状鉄道の路線として開業することとなった。開業当初、当駅は高想段階で高蔵寺方面の本線として計画されていた線路、ホームを利用した一面一線の防線駅として供用開始された。 その後、輸送力増強整備事業によって、東駅以北は伏線化され、岡崎方面のホームが新設されたことで、現在の配線構造となった。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。上下線では、ホームの有効長が異なり、開業当初からある高蔵寺方面のホームは重量編成の列車にも対応しているが、 岡崎方面のホームは4両分までしか客扱いができない。戦術のように、かつては、田嶋方面が分岐する島式2面4線の駅として計画されており、その名残として、下り線の V 字型上や、駅南側の橋梁跡が残っているほか、高蔵寺よりには、田嶋方面へ分岐するための準備施設、分岐用用地が残っている。 その後、2004年に行われた瀬戸市高蔵時間の複線化工事とともに駅舎が増築され、岡崎方面にホームが新設された。終日有人駅であり、自動改札機やバリアフリー対応型の自動券売機が導入されている。また、2013年までは改札口のそばにキオスクが存在した。瀬戸市の統計園によると、 当駅の1日平均乗車辞任は以下の通り推移している。駅の周辺は住宅地である。瀬戸市駅と名鉄瀬戸線の新瀬戸駅が隣接しており、互いに乗り換えが可能である。ただし、連絡通路のようなものはなく、乗り換えの際は一旦地上に降りる必要がある。ありがとうございます。